にちは。こんにちは。すみません、あの坂口さんのあの YouTube ドキュメンタリー撮影してます、あの小宮と言います。お願いします。お願いします。今日坂口さんとは打ち合わせしてない？あ、今日全くしてないです。来るかどうかも知らない。あ、いや、今日来るとはあのツイートしてました。今、阿佐ヶ谷到着したって。もし、話になったら、はい、あの呼んで出てもらっても大丈夫ですか？坂口家はどうですか？あ、わかりました。はい。はい、え、呼んで出てもらって、自分…そう。あ、大丈夫ですか？いや、全然大丈夫ですよ。坂口さんのドキュメンタリーをずっと撮ってるっていうのを、はい、アナウンスする方が良いと。なるほど。そうですね。何をきっかけにとかいつからとかそういうの聞きたい。ああ、本当ですか。で、今は映画にしようとしている。 YouTube だけ今 YouTube でとりあえず撮りためて、まあ、何かしらの形にはできればとは思うんですけど、あ、そういうのを言ってほしいね。あ、本当ですか。あんまり何にも緊張もいらないよ。あ、わかりました。坂口さんも昨日のイベントなんか、はい、結構喋んなかったもん。あ、そうですね。あ、ご覧になってました。見てた。今日3時くらい見た。自分も現場にいて、あの女の子に道草さんにずっと喋ってもらおう。そうですね。まあ途中坂口さんスイッチ入った時も ありましたけど、でも、俺が見てる坂口恭平はもう、はい、宮台さんだろうなんだろうか席巻するからね。石川直樹だろうが。タクシーで、はい、テクシーではないんです。よろしくお願いします。セクシーではないです。テクシーって意味言わないですからね。セクシー、まあ、昨日ちょっとセクシー、あ、セクシー、セクシー案件にちょっと取り込まれそうでしたけど大丈夫でした。いいですか。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。個性豊かなメンバーですね。あ、ギター自前です。あ、一応自前で持ってきてまして、はい、でもなんかせっかく今日なんで、うわぁ忘れた。何ですか。あ、いや、あ、原田くんじゃなくて若林くん、はい、俺の部屋行って、はい、坂口君平さんの絵忘れた。そうだ、玄関にドローイングが一枚ある。あ、行きましょう。あ、あるぞ。あ、出る。坂口恭平さんの絵って俺本人から買ってるんですよ。絵だけでいいんですか。そう。え、あとどの絵でしょう。ドローイングの、うん、あの塔みたいな。本がいっす。はい、覚えてます。はい、はい、そう、持ってこなくちゃいけない本は奥様が持ってくる。あ、わかりました。しかも道坂口。うお、懐かしいでしょ。なぜ うちの店のオーナーの私物ですね。はい、あ、そうです。ネットウェイフリーグ。ここのオーナーすごいですよ。静岡に太鼓を買ってなんかやってるらしいですよ。そんな音楽スタジオ。音楽じゃないですか。音楽に限らずイベントスペースですね。今まだ DIY でリフォーム中なんですけど。お、全部 DIY です。すごいですね。なんかすごい成功者なんですね。もともとは IT 企業の社長で今でもやってます。はい、このビル全部持ってるんですね。すごい。坂口ぐらいで買ってるんですか。今あの坂口上がってるんですか。僕相当で考えると。いや違います。あ、一坂口は、いや僕死ぬまで上げないんですよ。あ、一坂口の場合は価値変動性じゃないんで。ないんですよ。そう、もう価値安定性です。一坂口。そうです。ちょっとタバコって好きですか。まあ、そのね、手汗ですよ。了解です。じゃあまあ別にジャズないでしょ。なんかあります。曲を、ギターをやるか、これ順番は決めたいです。ああ。
あ、キーボードなんてできるかな、どうしようか。一応ピアノもあって、はい、で今日こちらの、すみません、お招きいただいておりまして、はい、今回と申します。これ、はい、覚えてるかどうかわかんないけど、はい、あ、なんか言ってた、多重人格者、本物の多重人格者、何て言うけ名前は、本郷です。本郷くん、はい、すごい、よろしくお願いします。どういう感じなんですか、性別的には男性なんですか。そう、あの、またほぼ男性で、女性一人だけ。あ、いるんですか。はい、セクシャリティはみんな違います。おお、それ全に彼氏もいるんですか。彼氏いや、今のそういうのは全然いないですか。振られてばっかりの振られてばっかりください。恥ずかしいじゃないですか、今日だってちょっとそういうことばっかり言うの。ギターだけでいいっす。わかりました。なんかキーボード気持ちいいっすけど、キーボードは実はコンゴさんが弾かれるんで。あ、本当ですか。ちょっとやっていいですか。じゃあどん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 いただけるならちょっと、もう自由自由に5分も戻すんです。いやいや、じゃあ2時間、自由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 、どんだけでもやっていい。お客さんは一応坂口君は見に来てるから。いやいや、そういうのあんま関係ない、大丈夫。もうクレームが起きてこそなんぼでしょ。いいですね、好きにやってください。いいですね。で、まあ、とりあえず一本すいません。はい、町山さんに聞かせてあげたい。苦しめられてないわけ。ない、全然。そういうのも全然いい。今もそういうの、10人全員なんかカメラマンだったり、音楽家だったり、絵描きだったりして、あと演芸やる。うち今ドキュメンタリーやってる。そういうの出たいの。出たよ。本当ですか、コンゴさん。コンゴ君をずっと聞いてあげてよ。そうそうそう、だからそういうのをどんどん出ていきたいなと思ってるんで。コンゴ君は解離性障害で、10人人格あるらしい。あ、こんにちは。お客さんね。はい。あ、ぜひぜひどうぞ。まだですよ。そうかも。いや、なんかさっき入ってたよね、お客さん。そうですね、多分もう入れるかもしれない。ごめんなさい。あ、全然全然全然。どうも、なかなか状況が。いやいや。コンゴ君にちょっとインタビューしといてよ。コンゴさんはその、ええ、そうですよ、ええ、10人人格、あの、そうですね、人格があって、はい、まあ、1人出てる、いつも出てるので、 あと9人は話聞いてたりして、はい、いろんなものを作ったりとか。話聞いてるっていうのは、もうその時普通の解説障害と多分ちょっと違うんですよね、はい、僕とかはみんな全員聞いてて、はい、必要だと思ったらすぐ交代できてみたいな感じなんで。そんなにあれなんですね。そうそうそう、切り替えが。そうなん、一瞬なんですよ。その意思って誰の意思なんですか。誰の意思というか、自分が必要だなと思ったらその子が出てこようとする。で、この子必要そうだなでもうバトンタッチが効くぐらい。自主的に出てくる。自主的にもそうですし、なんか慣れてきたのもあって、はい、自分たちが25年もこう暮らしてから慣れてきたのもあって、あ、そろそろこれ来たい、そうだなみたいな感じで、はいはい、バトンタッチねみたいな感じなので、すごい簡単にね、変わっちゃうんですけど。それぞれも別の名前というか。そうです、名前も全然違いますよ。で、全部まとめたこのアパートの名前が、はいはい、この体というアパート、シェアハウスの名前がコンゴさん。コンゴさんっていうことで、今喋られてるのは僕ね、ダンスが得意です。のお名前は教授っていう。教授さん、はい、京都の京に治療の治療の教授、はい、性別とかもそれぞれいろいろあるんですか。そうですね、あの、正確に女の子なのは一人だけ、あと9人は男性なんですけど、はい、セクシャリティの、なんて言うでしょう、グラデーション、はい、みんな違う。あ、そうなんですね、それとあと睡眠障害で、ちょっと困ってるぐらい、はい、クライネビ症候群っていうやつがあって、ちょっと珍しいらしくて、それのコントロールが難しいので、なかなか普通の仕事にね、ついても結構すぐ切られちゃったりとか、はい、関係性悪くなっちゃったりするので、はい、それでなんか自分たちの好きなことを追い求めた結果、うん、こんな感じの仕上がりになってしまったけど、今はすごく楽しくて、はいはい、これでどんどん前に出ていけたり。ああ、もうじゃあその10人みんなのその、そうです、そうです、なんか居心地のいい格好というか、そのし、あとその仕事やり方もそうです。今仕事はじゃあ、だから今僕生活保護を受けてるんですけど、はいはい、これから先こういうふうにいろんな場所で出させてもらったり、はい、いろんな表現をしているので、それを出すことで、はい、もっとなんかその今は保護を受けてるけど、うん、それは誰かの頑張ったことの、ね、はい、お金をいただいてるわけだから、うん、それを今度お返ししていけるようにしたいじゃないですか、社会に対して。だからそう思ってると、ちょっと自分でここから頑張って出ていってって思ってます。もうなんていうか、さっきあの、キーボード弾かれてたじゃないですか、メインの活動は音楽が、いや、もう全部
もう音楽、絵、写真、料理、何でもですよ。そのままだからこれをやる前はよろず屋っていうのをやってて、本当に何でも屋さんで人んちの壁直す、一人でやってたんですけど、はいはい、音楽やれば、うん、絵もやれば、映像編集もすれば、あ、そうなんですか。こういう風にカメラを撮ったり、カメラもそうですよね。本当に、あ、メロンさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとだけ僕も出ます。今、いや大丈夫です。そうだからそういう感じで一個一個、はい、でただその10人の人の子が3つずつぐらい特技があるんです。はいはい、そんな1人ず1人に3つも特技がある。3つずつぐらいあるので、はい、まあ、総合すると30個ぐらいのスキルを扱いながら生きていくみたいな、はい、なんか でもなんか今の共通点になってるのはやっぱり芸術とか、うん、人心っていうのに重きを置いて暮らしてるのがあるので、うん、そこを大事にしていくためには、で目標にしたい人ももちろんいるし、はいはい、その人たちみたいになっていくためにはっていうのを考えた時、芸術っていうので一本道を決めて、他は一旦ちょっと落ち着けてますけど、ちょっと芸術の範囲って広いじゃないですか。園芸とか暮らしていくことそのものにも芸術の部分ってあると思うんですよ。だからいろんな形でやっていきたいなと思って。ありがとうございます。いやいやいや、え、これ今撮らせてもらったんですけど、今その坂口さんの YouTube を撮ってて、そこで本当今ほぼノーカットで全部出してるって感じやってて、使っても大丈夫、全く問題ないです。もうなんか結構もうこの格好で僕はあのスーパーとか行って、でも出たがりなんですよね、だからなんか使ってもらったら嬉しい。もしよかったら連絡先とか、あ、ぜひぜひ、もう Twitter とかもしやってたら、僕今 SNS やってないので、あ、そうですか。 LINE かなとか全然交換してもらえればいくらでもちょっと、いや、なんかまたお話伺いたいなと思って、ぜひぜひ。作品とかも今日ちょっと博士が、あ、そうなんですか、あの見せてくれるとは思うの、はいはい、見せてくださると失礼なこと言ってくださると思うので、そのあたりも見てもらって今後頑張っていくので、ぜひ。じゃあぜひ。ちょっとね、スペースの狭いから踊りはやらないんですけど、ちょっと弾き語りだけ若干させてもらいます。皆さん、坂口さんが、ありがとうございます。皆さんね、そう、坂口さんのことだから僕ほんのちょっとだけお邪魔するんで、よろしくお願いします。お願いします。すいません、ありがとうございます。あ、お久しぶりです。すいません。見てます。いや、本当ですか。もう、あ、いや、本当です。いや、今日も撮らせていただいて、もうなんか大変なことになってしまって。いや、面白い。いや、いや、なんか、このやり方でいいのかっていう。いや、なんかもう、いいですよ。みんな喜んでますよね。まあ、喜んでる方は、そうですけど。いや、なんかなんか開講ですね、はい、巡り合いましたね。いや、巡り合いましたね、本当に。いや、なんか本当結構熊本行かれてるんですか。あー、そうですね、結構2週間に1度くらい。そんな感じです。この間山梨も、あ、山梨も行きました。来たかった。いや、でも本当前回の時行ってたんですよ、はい、うん。え、ちなみに何話くらいまでご覧に。いやフルで見たのは3話、はい、あ、本当ですか。でいかがでした。いや、もうなんかラジオ感覚で、あ、まあ、結構そうですね。全部凝視するっていうよりは、うんうん、こうイヤホンで聞きながら、はい、オーディオコンテンツとしての需要もあるみたいで、うん、いや本当に、あ、すいません、ね、あのトラックスで、あ、はい、坂口さんも話しかみたいな、いや、そうですね、感じでしたよね。命の電話も、うん、あのすごい聞けます、ね、そうですね。じゃあちょっと終わったらまた、はい、はい、また、はい、すいません、ありがとうございます。診断ついたのは2003年。ああ、でも子供の頃から、まあ、そういう気はあった、あったなっていう気はします。はい、学校行けない気があるし。これって記憶使います。その間はもう立てないぐらい。すいません、使わない。あ、それはないない。ありがとうございます。仕事はできる。2011年はできなかった。その前に打つか持って問題で、だから小打つです。うん、大打つっていうのは。アサヤンの時とかはそんなない。全然。もう元気バンバン。でももうその時にないなら、それは何らかの加齢による打つです。あ、まあそれは僕まあ議論があります。うん、なぜ打つか。うんうん。だから動物っていうのはもうちょっともう早めに出てるんで、あ、症状がある。そうそうそう、だからそれはちょっと動物とはまた違うかも。なるほど、そういう話しましょう。あ、できる。まあまあ、俺もね、俺なりのあれ、うん、まあみんな体験的なね。そうそうそう、うん、あのサブタイトル、そうと打つ。あ、そうですね、やりましょう。じゃあ、あと3分ほどでオープンしますんで、よろしくお願いします。はい、下行った方がいいんですかね。
いや、お好みでいいですか。いてもいらっしゃってもいいですし、全然僕はなんか打ち合わせとかあれば近く使ってもらって。ああ、僕は全然ここで。じゃあやりましょう。お酒は飲んでるんですか。まあ飲むっちゃ飲むけど、別に全く必要はないです、ね。あ、そうですか。うん、お酒を飲みたいってわけでもない。ちょっと興味ない。あ、そう。お酒は飲みますね。あ、飲みます。毎日。あ、家でも。あ、全く飲まない。あ、毎日。まあ、もう全然家では。むしろもう最近ほら、もう家事当番なんで。ただの天才シェフみたいにして家では。でも綺麗に作りますね。そうですか。ああ。彼もやっぱりうまいんですよ。あ、本当。多重人格者。今後ね。今後はいけるいける。どん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 いけちゃいそう。でも生活そうですか。いや大丈夫です。それで全然。いや絶対いけるに決まってるんですよ。そう。もしもーし。じいちゃん。はい、じゃあオープンします。なんかね、その関谷っていう知ってる？関谷。友達いる？関谷。あ、そう、ダンマルのお母さん、あ、奥さんの仲いいんだっけ。あ、そう、風ぐるみなの。そう、だから、ざんまるが起こるじゃん。ちょっと NHK でちょっとね、素敵なアニメから、ちょっと勝手に計画してるんで。FJPP のやつがいる。手で。入れちゃってるんですよ。面白いよ。おぉ。その本を貸してください。ドミノもね、昔から好きやん。そう。今ね、ちょうど横に水道橋博士が。今から対談。そう。全然いいの。おじいちゃん、また会いましょう。はい。了解です。最近は元気なんですか。まあまあ、いいね。なんかいつもちょっと冴えない感じで。それで、スペシャルな番組を作ってみます。ああ、いいですね。うん。レイカシ面白い、そのうち。そう。時には、ちゃんと。ああ、いいですね。やりましょう。うん。じゃあ、またね。はーい。それが、9月の次の新刊。あさってで。あさって発売。一冊差し上げましょう。いいですか。いや、もちろん坂口京平日本。あ、本当だ、入ってますか。あ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ここで博士は時々やられてるんですか。ここ初めて。あ、ここ初めてで、家歩いて10分ぐらいで、はい、すごいやりやすいって言われてる。いいっすね。もう毎日やったらいいんじゃないですか。まあ、でも大丈夫です。ここはなんて結構じゃ配信が多いです。その普通のカフェは普通の宮台先生がここで、あの界隈塾、なんか3本くらい番組やってるんです。はいはいはい、なんか今塾やってますね。宮台先生、うちが宮台先生やってるのは深堀 TV です。あ、深堀 TV、はい、ラスレイダーさんと。はい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 。じゃあここない、結構配信カフェなんです。配信めちゃめちゃやってます。そうなんですね、はい。博士、こちらの、あ、出ます。うわ、すごい懐かしい。はい、コーク杯でも。あれは懐かしい。ちょっと下がやっぱり出やすいので、はい、持ち上げると気をつけてください。これもずっと持ち続けたら3億くらいになると思います。いや、いつかちゃんとノーベル賞取ってからですね。夢あるな。ただ、ちなみに生活苦になった時に売ろうとしたんです。はい、ありがとうございます。いや、売れないです。やっぱ俺のって、俺の作品って、結局どうやってるかというと、毎日新作を作っちゃうから、だから、いわゆるこれオークションで一切、一回もセカンダリーになったことなくて、マジ？だから、僕の絵の売り方は結局、16万5千円最近売るんですよ。小さい絵なんて、これ、考えで16万。あの、アクリル。その16万5千円で売って、その人がお金なくなった場合、俺に戻したら16万5千円直接であげてるんです。だから、ほぼ10日交換で、その、もう、
めっちゃ面白い。そう、その代わり値段がもう固定しないんで、原価償却なし。おめでとう。自分の日記で坂口とかで検索して400件あったんですよ。だからもう、本当ですよ。だからもう、読むの読めました。あまり400ページ。すごい。番号札2番です。カルピスでおまけ。もちろんいいです。つか、僕何回書いても大丈夫です。ありがとうございます。若林君、はい、あの本を一冊俺坂口さんに申請するんで、そうですそうです。やっぱ師匠ご気分借りてくれるんですか。いやこれ借りるんです。やっぱ事務所変わってからちょっとまた変わったちょっといろいろと奥さんは後ろにペンを入れあれですよね、なんかあれも結婚させた。あ、結婚して、うん、離婚して結婚してそう、思ってたね。けじめをつけたんで、これですか、うん、だけど、まあ、この権利関係は厳しくなった。これだけど、割とあのもう絶対先にどうでもいいんだけど、いろんなところに、ただね、例えば喫茶店とかに全部あげてたんですよ。あのお金を取らないから、それ全部回収しました。まあ、もしも何も大したら大変だな。懸命ですね。2024年5月22日です、ね。トマトジュースでお待ちのお客様。トマトジュース。混ぜます。全部塩取るんです。とんでもないこれ。あ、そのままお待ちいただいて。これもこれね。あ、どうも。コーヒー入ってたらいいな。すいません、これは買っていただいたの。本当、彼女綺麗ですね。あ、道来たでしょ。ね、本当にね、すごい可愛い。可愛いね。あります。同じ方か。うん。あ、ありました道草。いえいえ、昨日も来ました。あ、そうだそうだ。ありがとうございます。しかも3時から今日。あのそうだそうだ。アーカイブは3時から。なんか汗かかせが言ってるけど、あ、これ俺ができないしな、あ、すいませんと思って。うちアーカイブ、俺30万でした。赤く小さな感じ。あ、お邪魔してました。開いてるよね。じゃあ、お満前ですみません。いいかもしれないらしいんですか。いいえ、それで前が違った、変わった、変わったんだ。
で、オーナーが亡くなったりしたんですか。いや、よくわかんない。キュレーターの人が入ってます。へぇ、それで、再びリフォーム。なるほど、なるほど。まあまあ、逆にね、今からインバウンドもあるし、これは絶対いけるんじゃないですか。いや、協力していただけるんだったら全然紹介して。あ、本当ですか。全然、クリアな人ですよ。へぇ、玉美の夫妻です。玉美出身で、だから美術の、はいはい、やっぱだけど、三井にあげると、うん、あれもダメ、これもダメ。まあ、確かによく三井買いましたね。ね、買ってる方がおかしい。まあ、また見入手しなきゃ。せっかく出してた。あ、これ後ろ全部写ってんだ。すごい、上がる。これは写真撮影 OK ですか。僕は OK です。で、僕はいつで、いや、僕肖像権を主張しない人なんで何でも撮ったり。写真撮影 OK ですか。あ、僕全然フリーです。ここはなんか、はいとか言わなくても。何でも。ありがとうございます。人種が博士、今事務所あるんですか。オフィスタマがタップになって、たけしさんが抜けてタップになって、そのタップに居残っていきます。ただここは事務所通してない。まだかテレビ関係以外は私で通って。そうですね、やりたいとか。スケジュールも誰も管理してないし、自分でやってます。僕はそうです、ね、完全に。誰よりも多分早いです。普通にだから経理自体も自分でやってる。それもすごいね。だからもう俺がそういうことができないんだと思って。まあまあ、でもほら奥様がいらっしゃる。そう。キラキラバジュ。一応奥様はもう、ちなみに所持金が9万円だけでも働くっていう概念の中で。そういうのじゃないですか。ありがとうございます。月に何本くらい配信してるんですか。配信なんでしょ、主な仕事が。うん、月にでも2本ぐらいだけど、うん、めっちゃ当たるやつがあるんですよ。東のりんとやるのみんな聞いてみますけど、1000枚単位で出てます。ああ、1000枚単位で売れるんですか。ね、だから、ね、そうすると2、300万なんですか。大丈夫です、ませんか。2時間で1つ切ってます。ああ、すごい。いや、すごいですよ。まあ、東の人のおかげだと。でも、まあ、もちろんどんどんと、まあ、テレビ一緒ですよね。ギャラを上げていきますけど、それだけもう入るってあまりないかな。向こう出る方もなるほど。だし、まあ、出演交渉はだからその基本その出た人と二分割もあるし、興行は全部こっちで仕切るからいくらでお願いしますって言って、まあ、払いで分割を言ってください。俺はもう持ってきますよ。俺は取っ払いのね、ね、それそうそう、一応ちゃんとね、よこむしろ梅さん出さなくていいかって言うから。あ、はい、はい、そうです、松原龍一郎です。はい、一番右側が俺言うのはすぐに出しました。そこの意識はない。もうオンタイムで番号が11番、はい、それ、市川さん影響を受けたので、もしよかったら受け取っていただけたら。全然
ほんまですか。いやいや、それ後でお渡ししていい。ちょうどちょうど。博士も YouTube 見ているんで。はい。階段の YouTube とか。ありがとうございます。今と漫画も書いてまして。聞きました。僕にはくれないのかな。あ、そう、もし博士もありがとうございます。いいですか、後でお渡しして。はい。ここ下あれですよ、楽器ガンガン弾けるスタジオです。スタジオです。今俺のギターを預けてます。え、ギター弾くの？違うんですよ、フォトボケビーバーっていう、レッチリの前座をやるガールズバンドがいるんですよ。へー、フォトボケビーバー、今度全米ツアー行くんです。行くんですね。それのその子 のギターの子が小田島ひとしさんの、小田寺、あ、もう全然知ってるんですね。はい、小田寺わかります。小手を見に行ってたら、そこにいて、ファンですって来て、で、たまたまそう秋葉原だったから、これギター買おうかなと思って7万のギター買おうとしてたんですよ。そしたら、原田専門家って俺の横にいる人が、こんなヒゲの人がちょっと高いですよって言って、買わなかったんですよ。で、原田専門家ってもともと吉本のベース吉本っていうところにいた人なんですよ。それでずっとベースって言ってるから、あなたのミュージシャンってベース弾いてんの？いや違います、ベース吉本の大ファンなんですっていう原田専門家の大ファンだったんですよ。で、私はギターですって言って、で、そういう世界的な、で、小田島さんに、この人も世界的なんですよ。俺ちょうどギター買おうとしてたんですよって言ったら、じゃあ私の買ってくださいって言って、で、ギターのリスト見たら、もうシグニッチャーで、その本人のブランドがあるんですよ。変わるんだ。それ47万するんですよ。それ買ったの？いや、俺ちょっとこれは予算的に無理ですって言ったら、じゃあ私の持ってるのあげますって言ってもらった。博士顔出してますね、なんとも。わらしべ長者ですよ。弾きやすいこと始まったな。うちのドキュメンタリーグループなんで。あ、これが YouTube のレンドラ。あ、レンドラを作ってます。あ、ありがとうございます。最後にです。青柳君。青柳君。いいだよね。じゃあ、ちょっと退屈したらすぐ出てきて。キラケン。キラケン、キラケン。緊張してる。緊張してんの？今日サッカーどんな種類手入れたっすね。あ、まあ、サッカーやってんの？ロングシュートで入れたの？お、君はロングシュート。お、見たら、どんなの？え、どこなの？どこなの？メンドフィルダー。カニングザスポーツセンター。カニングザスポーツセンター。ポジションが。メモさん、
これできたんやあ、買わせてるけど安いですね、結構値段もいやでも本当にもう2000円超えるんだって思っちゃう逆にだってこれ500、600ありますよね600号の600、40、50すでにもう1冊もできてるんですよ。あ、でもこのページ数を超えました。そうですね、そっちの方の原稿なの。どう考えても総病だよね。これじゃ水道橋じゃなかった。いや、かんない。自動書記状態です。まああなたには負けるけど、ね、いや あ、お疲れ様です。すいません。僕が学生の時にもうやってる、プレゼンしてる。あ、そうですか。うちの師匠だから、西山編のね、西山様の今あったのに。何なんですか。いや、なんか短編の中に入ってるんですよ、ね。あ、本当だ。そうです。番号札23番レモンサワー味。番号札24番トマトが好きなの。本人とは交流してない。さんは直接で話してないかも。富山ツイッターでなんか時々なんか昨日富山高知富山高知さんもこれ会ってない、同じ九州なんです、見に行った。富山さんね、出店してたんですよ、まあ、東京に来て、いくら、なんかこのお店出してたんですよ、自分で、自分的なマスターを1週間やった。ものすごい人でした。若者だらけ。あ、なんかね、俺が最近学校に来たんですけど、あ、詩人の生徒。番号札22番スーパードライでお待ちの。昨日なんかもう長岡が22番がスーパードライだよ。なんかしたことあるし。あ、そうですか。うちがコンボ。あ、そう。おう。いいらしいね。福山味のリアルですね。いや、そんな子ばっか。でもめっちゃ優秀な子持ってる。どうして。これいや、宮台真司、東明太りる、足りるよ。こういう哲学者の名前ばっかへぇ、1回だけ。いや、俺はね、半年間だけど、もうそれ固定でやってます。そう。でも、いや、もう俺の近くに入れる人じゃないと、今の人間がねえから、逆にもう1回だけと、まあ、トークとか。てか、電話とかいけるんだよ。そうじゃないやつや。番号札27番です。オレンジジュースで。命の電話の人。まあ、命ね。命は、だいぶ合ってないよ。うん、命元気なんですかね。いや、大変だと思いますよ。ねえ、いや、だから、大変ですよね。俺はもう、2001年、11年の、だから3.1年の時とかは、いや、これでいいじゃん。俺がその後電話して、俺は熊本逃げまくってるんですよ。よくしてました。そう、だから結構不思議な、多分彼も二重の生活に結構大変だったんじゃないですか。でだからもう家族は車に乗っけて逃げ出るしてるけど、まあ、NHK だからやんなきゃいけないし、そういうのも。いや、だって記者会見とかも結構命も流れてるじゃないですか。大変だよね。スペアで始まる。お願いします。ああいう立場の人は本当大変ですよね。今、野沢直子さんとかも、うん、
無駄なんかないじゃん。無駄なんか朝日新聞の人生ですよ。あれさ、めちゃめちゃ叩かれてるんですよ。うん、まあまあ、よくはないんだけど、もう誤解されるようになってはいるけど、朝日新聞の記者がすごいそれをうちからこういう素晴らしい記事を出たって言って、大学、女性の大学教授がいかに問題かっていうのをやって、そこからもう総叩きですよ。なるほど、ちょっとね、でもまあ、ぶっちゃけ野沢直子さんはもう常に軽率だなって心配しますね。そうですか、でもあんまりその、なんだろう、いわばツイッターとかはそんなにやるわけじゃないし、あの思想側にいない人って見られてるから標的にならないじゃないですか。いや、俺のなんかポンポンさんは全然標的にならないですよ。問題ありすぎでしょ。だけどなんかまあ結局居酒屋の親父おばちゃん的なことやっちゃってんじゃないですか。そうですかなっていう感じだった。だからまあ、だから朝日新聞でやるからなんですよ。ああ、だから結局そういうところでやっちゃうと、ね、俺のスタイルでやってれば何のあれもないわけ。そうです。サンドイッチマンの店、伊達さん、伊達美希子で、ね、伊達くんも今左側ですよ。あ、そうなんですか、ね、へぇ。しかも4年前に言った発言聞いておられて、ネットで。なるほど、大変ですね。いや、ああいうなんかね、一度も炎上したことがない人が炎上してると、うん、こっちは年中炎上してるわけじゃないですか。だからすごい気の毒に思うんだよな。そうですね、まあ、ワクチンみたいなもんね。慣れてもらえない。一回炎上しとかないと。そうですね、僕したことないですよ。炎上、はい、嘘つけ。いや、本当嘘つけって言うんですよ。炎上と炎上はないですよ。自分が感じてないだけです。そうそう、もう全員に絡みまくるから俺ね。で、とにかくもっと話したいから電話してくれ、電話してくれって。確かに。向かって右側が男性用です。え、いや、結局この前も炎上っぽいのあったんですよ、うん、電話も何本ぐらいかかってくるから1本かかってくる。結局そういうもんだ。そしたらね、家族だって全員そう顔出しで、こちらやってますから住所まで公開してて、いくらでも気がしないっつって。しかも弁護士も、ね、一切信用してないので、訴えたりとか一切しないんですよ。訴えられるだけですよ。これがあるから言えないんですよ、まあ、この場合なんかいい感じ。あ、でもよくほら小学校とかで1年生、6年生、1年生が参加するときに、こいつはみんな鬼にすんなよみたいな。だけどゲームには参加できるやつあるじゃないですか、うん、俺いつもあの状態なんですよ。俺好きになんかやって全然だ、鬼から全然脱出されないで、めっちゃ自由なんですよ。ええとか言って。いや、ネットっていうかそのツイッターとかを気にする人は気にするだろうけど、まあ本場だって言えないか。俺もそこで俺に矢が刺さってるのなんか、そのメンタルを全くやまないんです、そういうの、ね、そういう話じゃないんだっていう。逆にやむ人って何だっすか、やらなきゃいけない。一気の場所がいい。一気の場所がいい。外に出ればいい。ここにいてもやってるから。そうそう、結局そこしかないでしょ、自分の中。なんかこういうツイッターみたいなのは、あの鳥がこうやって見てるような感じで僕は見るんですよ、うん、だから、あ、俺は燃えてんなと思ったらまた、まあ、気をくれて、はい、もうちょっと炎症させようぐらいな感じなんです、だけど向こうは汗がダメージがあるっていう感じで、いや、ダメージじゃないけど、でうつ病の人にこれ以上やめてとかっていう、まあ、そういうね、なんか余計な見方いますよね。あいつらが一番ガンなんですよ。そんなことない。まあ、余計な見方が一番大変だなと思って。いや、まあ悪じゃない、ね、うん、そうね、ありがたいことであるけど、いや、そんなに傷ついてない。楽しみです。あと2分ぐらい。あ、もう過ぎてんじゃん。
じゃあもう配信始めましょうか。始めていいですか。あ、少々お待ちください。はい、2人ともここ初めてなんで。そうです、ね。打ち合わせ、ね、ほぼない。打ち合わせしようとしないし何曲歌いますって。いや、それもまあ、いいじゃないですか。分からないし、結構綿密に台本作る俺がまるで作ってない作る、一応は始めますから、そうはいかないけど、いいよ、いいじゃない。うん、で、来てもらったら座って、うん、はい、3、2、1じゃない。あ、今、俺が言うの。今日どうぞ。それみんな拍手するの。やるんですよ。あ、俺がやるってこと。はい、あ、わかりました。はい、その方がみんなもご紹介しやすいんじゃないか。はい、はい、皆さんようこそ集まりました。もうちょっとこれから私1、2、3って言ったら皆さんが4って言ってください。そしたら始まります。よし、いくぞ。1、2、3、4。さあ、というわけで、大丈夫ですか。阿佐ヶ谷キッドトークボリューム1が始まりました。拍手。